11月2日に放送された嵐、桜井翔と有吉弘行が MC を務めるバラエティ番組、桜井、有吉座よる会 TBSK に出演したのは、お笑いコンビ、下振り明星の粗品。この日は、有名人が様々なオリジナル競技に挑戦し、桜井チームと有吉チームに分かれたスタジオ出演者が、その競技を、できる、おは、できない、 かのどちらかにかけるという、夜会カジノ、が放送された。写真、未見にシワを寄せポーズを決めるソシナソシナは、有吉チーム、の一員として出演。芸能人のチャレンジ VTR を他の出演者は真剣に見る中、おい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 、やおちょをやろ、あかん、こいつ、などのやじを連発した。これに対し、番組 MC の桜井は、聞こえないレベルの下打ち。 やめてもらっていいですか。とさりげなく注意するシーンも見られた。この粗品の態度に、SNS では、夜会、楽しみに待ってたんだけど、粗品さんのやじがちょっと私にはしんどい。いつも、もっと出演者さんをリスペクトするわけのあいあいとした空間なのにな。桜井、有吉座夜会、バラエティでも CM でも、人気が出た後にいつも粗品が乗っかってきてぶち壊す。と、批判する声が寄せられた。 ソシナさんが批判されるのは、今回が初めてではありません。2021年7月9日に放送された自身のラジオ番組、下振明星のオールナイトニッポン、日本放送ほか、に出演した際、静岡県熱海市で発生した土石流被害に触れ、熱海が終わったもんな、雨で、と発言、謝罪する事態となりました。また、8月8日の YouTube チャンネルの生配信では、 キングプリンスが2人組になったことを受け今の状態のキンプリ。誰が見る年、顔が似すぎてて、廊下であってもどっちか、わかる、自信ない、名前も出てこない、などと発言し、ファンから怒りの声が集中しました。その後、音楽番組の TikTok ライブでも、粗品さんは自らこの件を蒸し返し、再び批判を浴びています。さらには、10月14日に放送された、 オールスター感謝祭2023秋 TBSK でも俳優の志村淳さんがトランプタワーを作るチャレンジをしていた際トランプ滑れ滑れ前半二人は早かったのになとヤジを飛ばし番組 MC の今田孝二さんから注意されました芸能記者目に余る粗品の暴言ヤジに SNS では嫌悪感を示す声が集まっているボケだと言ってるけど 誰か笑った。何でもボケで通用するのかこいつはほんと嫌い。二度とテレビに出すな。最近の粗品が失礼なこと言えば面白いと思ってる感性がほんとに嫌い。粗品ってどこにいても存在がうざいな。霜降り明星はコンビとして M1 グランプリ2018の優勝しただけでなく、粗品さんは R1 グランプリ2019で優勝するなど、 金芸人としても実力が認められています。テレビ番組への出演が多いにもかかわらず、公式 YouTube チャンネルのほかそれぞれ個人でチャンネルを持ち、頻繁に更新しています。毒舌が炎上しても、それ以上に稼いでいるからそ知らぬ顔、というのが正直なところでしょう。テレビ番組サイドも、番組で見せ場を作り、話題になったと喜んでいるのが現状です。ただ一方で、 被災者への心ない発言や、金プリに対する言いがかりのようなやじなどで、ソシ品さんのアンチが急増しているのも間違いありません。特に、同じ、お笑い第7世代、とされてきたぺこぱ、松陰寺大優さんの仕事の激減ぶりをいじったり、ベテラン芸人が集合した、ザ・セカンド、を、成功してない奴らの大会、と呼んだり、同業者へのリスペクトのない態度には、 強い拒否反応を示すお笑いファンもいます。前で、芸能記者、若きお笑い王者が、裸の王様、とやじられなければよいが。